全国銀行協会の新たな会長に就任したみずほ銀行の加藤正彦頭取は、就任後初めての会見で、デジタル給与払いの解禁が銀行のビジネスに影響を与える可能性があるとの認識を示しました。例えばその資産運用や住宅ローンのご提案が機会が減るとですね、まあ、今回そのデジタル給与の払いが進むということは、銀行ビジネスにも一定の影響が出る可能性があるというふうにも思っています。1日から解禁されたスマホ決済業者などによるデジタル給与払いについて、加藤会長は利便性向上の目的で解禁されたとの認識を示しました。その上で、取り扱いに必要な安全安心が確保されていることは前提と指摘し、今後は取り扱いの運営実態を丁寧にモニタリングしていく必要があると述べました。銀行界としては、スマホアプリによる個人間の送金の拡充など、利便性を追求して預金口座の付加価値を高めたいとしました。